どうも、八木島です。えー、今日はね、あのー、前回か、こう、グリッド線をね、出して、それでまあ、当たりをつけて飛んだ際をどう配置したっていいんだからっていう、あれを目安にするんだよっていうような話をしたんだけれども、目安って言ったってっていうことはあるだろうと思うので、今回は、 僕が前に撮ったもんでね。まぁ、あ、ちょっとこのグリッド線で当たりをつけるという意味では、こう、わかりやすい例を挙げて、えー、まあ話をしようかなと。当初はね、もう別なことを企画してたんですよ。なんだけど、それポートレートでないと、ちょっと意味が、話の意味が伝わりにくいだろうと。 思うんで、あのー、ちょっとね、肖像権の問題だとかもあるんでね、許可取らなきゃいけないから。だから、えー、今度、この YouTube の動画用に何かを撮って、えー、それで、えっ、ー、と、その話をやるっていう形で、将来の企画にして、とりあえずは、もうそれいつになるかわかんない。僕の予定とかも全然ね、あれだから。 新たに話をつけて、それからやんなきゃいけないからね。で、夏場は僕はちょっとやりたくないから。<laughs> そう。やっるなら冬に撮りたいんでね。そう。なんで、ちょっと先のことになってしまうと思うんだけど、その企画はその企画でまた、別の機会に話します。あのー、ね。うん。あとで、あるいはもうなんか別の方法で考える。何か考えるけれども、とりあえず今回は、 あの、じゃあグリッドに配置するってどんな感じなのかっていう、そんなみりみりやらなくていいって言ったけれどもっていうような感じのまとめの話っていうのを、まあ、今回入れていこうかなと思います。それでは、やっていきましょう。今回はね、あのー、 僕が前に撮ったやつで、実際にこのね、この、この前も出したグリッド。僕の写真を見てもらって、グリッドでどんなバランスで意識して撮ったかみたいな感じのこと。この、まあ、グリッドはこれ iPhone のスクリーンショットなんだけれども、あの、どのカメラでも基本は同じだからさ、あくまで多分グリッドでしかないから。なので、まあ、そう、そこでこうマーカーを打ってね、 あの、どういう感じのことをしたか、してるかって、そういう、そういう、そういうお話ですよ。そういう回。ね。なので、えー、ちょっとね、あのー、この状態だとやりにくいんで、あのー、おじさん消えます。はい。はい、では、一枚目なんだけれども、これは、あのー、割と最近の、 もので、えー、下三分の二が麦畑。で、三分の一を切りでね、あのー、遥か彼方にちょっと植え込みの木が見えてるっていう状態が、ちょっと面白かったんで、あのー、まあ、本音を言えば、このね、右奥の方なんかは特に目立ってんじゃないかなと思うんだけど、電柱がね、 霧で隠れると思ったけど、思いのほか立っちゃったんだよね。まあこれフォトショップで消しちゃってもいいんだけれども。まあ、そこまでして仕上げるもんでもないかな、みたいな。ねえ。まあまあまあ、展示みたいなんで使うときには多分消すんじゃないかなとは思うんだけど。そう。で、これが要するにこういうことだよね。あのー、下3分の2が麦畑で、霧。で、グリッドで当たりを取るとしたら、この、 ね、上の、横、横線、上の横線、うん。上の横線でもって、あのー、まあ、大体その辺近辺に、こうね、霧の境界が入るような、そんなイメージで、やると、まあ、いいんじゃないのっていう、そういう話だね。それが今回のこの、まず1個目のこの、この写真の、この例。 で、次がこれ。うん、まあ、これをグリッドにすると、こんな感じだよね。うん。この、右下の交点。ここあたりにあたりをつけて、落ち葉を、こうね、置いてみたと。まあ、大体そんな感じだよね。で、 これで何狙いは何かっていう話なんだけども、もちろん被写体は落ち葉なんだけれど、あのー、落ち葉よりも、あの、なんていうのかな、重要というか、落ち葉と同じぐらい重要なのがやっぱり背景だと思うんだよね、このカットの場合だと。どんなところでこんな落ち葉がね、スパッとこう立ってたかっていう、その、その場所の雰囲気、そう、そういったものを、あーのー、出す空間として、 あえて、あのー、こう、小さくね、右下の交点付近にバランスさせて、あの、それ以外の部分で、そこの空気感を見せるって、そういうやり方。だけど、そっちが、ほら、立ちすぎても困るから、まあ、これの場合はね、最短撮影距離に近いから、結構ボケてはいるんだけれども、あのー、結構、これ11まで絞ったんだったかな、16まで絞ったんだったかな。 まあ割とこうギュッと絞り込んで背景がボケすぎないようにねあのやることでそこの空間をあの生かしてるそういう感じの,あのやり方でまあもう本当だから配置はあくまでこの右下の交点付近に配置しましたよとで次がまあ最初オープニングのところで見せてた赤花龍化祥 えー、これのやつなんだけれども、うん、とこれはこう、この枠の中に収めるようなイメージ。まあ、ちょっと伸びて、後天付近に花は来てるんだけれども、この一番左下の枠の中に、えー、ああ収めるイメージで赤花遊化粧を撮影してる。で、これによって、 何が起こっているのかっていうことで言ったときに、あの、右上にハイライトが入ってるでしょ。で、まあこれたまたま向こう側が暗くて露出差でこういうふうに見えてるだけなんだけども、あの、何かここの空間に、間の開けた空間の中にドラマを勝手に見るわけだよね、見た人が。 ね、なんか祈ってるようにも感じるようなねなんかそういうそういったような雰囲気が、えっと、フレームの中にね出てくるんで、まあ、それでこう左下のね枠概ねそれに準じるような感じで、えー、赤花遊化賞を配置して、えー ブラックアウトさせたような雰囲気の背景の上からハイライトを入れてそっちを見上げてる。花が見上げてるような。要するにこれ擬人化させたわけだよね。なんかこう、祈ってて顔を上げたところに向かって光が降りてくるような。そんなイメージで、あの、まとめた。だから、このグリッドでできた空間の中をどのように使うかっていうところが、あのー、 グリッドの使い方のミソになってる、そういう絵だね。で、これ、これは、あの、波板の塀に、壁にかけられた、ね、指向けなんだけれども、まあちょっと曲がっててキュートなんだよね。でお、おちゃめな感じでさ、あの、丸い印の部分が目に見えて、 ね、なんか、花、花なのか出っ歯なのかみたいなの,の、のようにも見えてくるような、そんなやつなんだけれども、あのー、これは別にアップで撮っても、それはいいんだけれども、この波板の壁にポツンとあるこの雰囲気、これを出すために、あのー、この、この状態だよね。あのー、右側の列の真ん中、 のブロックここに、えー、ポストを配置して他の空間は全部波板とたんにした、うん。まあこれ本当はね、レンズもうちょっといいの使うといいんだろうけれどもあのー、周辺がね歪んじゃってちょっとま、ね、ラインが曲がってるね、湾曲してるのが若干よく見てると気にはなってしまうんだけれどもあのー、そう。 この中にポツンと感を出す。で、そこがほら縦縞のストライプっていうことになるから、あのー、そのポツンと感とこの郵便けの持ってるキュートさ、そういったものが、あのー、出てきたらいいかなというような狙いで、このね、あのー、右側の真ん中の部分の中央に、要するにそこで日の丸を組んな感じよ。 で、周りをバーンと拡張させたような、そんなイメージだよね。うん、で、これも、えー、赤花遊化粧と、基本的には、の場合との時と変わらなくて、えー、これはね、あの、まあ、もちろんコンバインが被写体なわけだよね。で、えー、ロジックで言うと、こういう配置だよね。左下に、 配置してる。で、えー、この右側とか上の部分っていうのが、えー、この、なんていうのかな、田園を見せて、要するに置き場ではなくて、あのー、生のね、あのーげ、現場っていうものの、要するにもう、田園地帯の感じをね、出した。まあ、目ざとい人は分かったと思うんだけれども、 あの一番最初の麦のところに見えた植え込みがこの植え込みだね。コンバインの右後ろに見える。うん、そういうことだね。まあこれはまあこんなもんでいいでしょう。はい。で、えー、次が。えー、これはあれだね。あれ。マンジシャケ。ね。 うんと、ま、これは、あの、ほら、他のやつでも見えて、ね、使ってた、背景で使ってたことがあるんだけれども、こういう使い方ですよ。あの、真ん中の段の二枠、右から二枠を使って配置した。ね、別に一枠にこだわる必要もなければ、線の上に乗る必要もないわけ。ま、なんとなくこう、 あの、真ん中の部分に配置した。まあ、ちょっとこれ下に寄せてるけど、重心下げて、ちょっと左上の方向に開けたかったんでね。そうじゃないと、こう、前側を開けてあげないとちょっと窮屈な、ね、息が詰まったような感じになっちゃうから、そういうのもあって、開けてはいるんだけれども、ま、おおむね、論理的にはこういうことですよ。ね。だから、別にね、 うん、この枠線がどこまでだからとかっていうのは従わなくていいわけ。で、なんなら二枠使っちゃっても構わないし、あのー、そう、自由でいいわけなんだよね。うん、で、次が、えー、これ。うんと、まあ、あのー、川本か、 ねえ、とかだったならば、水たまりの上とかだったなら、花いかだとかいうのが適当なんだろうけども、まあ水の場のところに溜まった水の上に浮かんでて、ちょうどこう、なんていうのかな。そこに、この時曇ってたんだけども、うっすら光が、ね、太陽が見えてて、それがちょうど映って、なんていうの、映り込んでるところと重なってたんで、 まあ重なるようにしてっていう言い方の方が厳密になるのかな。近い場所にあったから重なるようにして取ったわけなんだけれども。あの、実はこれね、なんかこうグリッドに従ってないように見えると思うんだけれども、こういうことですよ。あの、グリッドの左上の交点に花びらの部分が来るように、まあ、おおむね大体その辺に来るように合わせて取った。 そうただ、実際この交点に合わせ切っちゃうと、あのー、水飲み場の蛇口がね、ちょっと窮屈になっちゃう。下側が窮屈すぎちゃうんで、あのー、若干ね、あのー、位置をね、調整して、取ってはいるんだけれども、下にずらしてね、取ってはいるんだけれども、まあ、おおむね、そこの交点に、 花びらが来るように合わせてる。だから本当厳密にミリミリじゃなくていいし、あのー、思いのほか、ああ、そういうことかっていう感じなわけよ。で、次がこれ。ね、これも基本的には、まあ、もみじなだけで、あの、石のテーブルの上にね、うん、ちょうど綺麗なのが、あの、落ちたんで、落ちてたんで、それを、えー、ね、 うちの玄関先なんだけどもそこで取ったやつなんだけどこういうことですよ。右下の4マスこの右下の4枠を使ってまあたい置いた。なんだけれどもあのまあ4枠いっぱいというよりも真ん中の部分までの範囲でまあ収まったと結果的にはね結果的には。だから下 下二段の、えー、右半分という感じの絵には、それは結果論としてはなってるんだけれども、あのー、ロジック的にはこの4マスを使ったわけだよね。うん、こういう形で、まあ、あのー、別にね、あんまりみ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 りそこにこだわりすぎなくて、概ねのような感じで配置すれば、それで OK と。 そういうわけです。はい、じゃあ、おじさん戻ろうと思います。はい。えー、まあ、なんとなく分かってもらえたでしょうか。あのね、だから、あのー、この交点に乗せなきゃとか、そういう縛られた話なんじゃなくて、あくまで大体この辺ぐらいにするとバランスいいよねっていう、そういう感じの使い方だよね。 で、どっちにしても大事なのは、それによって開けられた空間に、えー、勝手に見る人がドラマを見たりとかするんでね。そういう余地を与えてあげる。あるいはまあ、そういうふうなことを想起してあげるようなものを入れ込んであげたりなんかすると、あのー、目を引くものになったりとかっていうことになるんでね。なので、うんとそういうのを意識して配置するのが、 いいと思うんだよね真ん中にねバーンと大きく捉える日の丸っていうのもいいわけなんだけど特にこのね最後のもみじなんかさ真ん中でバーンと大きく捉えても十分見応えのあるものなんだけどましてこれフォビオンで撮ってるから、まあ、まだ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 大きくできるんだけど、あのー、この周りに余韻をね乗せて特にこの最後のなんかこの陰影が左半分の方でついてるよね。うん こういった部分の、によって、こう、社光線が指してる中みたいな、そういうような、こう、雰囲気っていうものを、絵の中に入れ込んでいくことができるんで、そう。で、それが、まあ、伝わるか伝わらないかは、まあ、うん、結果次第よ。見る人見る人分っていうのもあるだろうしね。そうそうそう。なんだけど、まあ、そこの部分で、こう、ちょっと工夫を凝らすっていうところが、 あの、絵作りの面白いところだったりするんでさ。あのー、そう、ここの空間の部分で奥行きつけるとかってこともできるしね。そう。なので、んと、ちょっとみりみり考えるんじゃなくて、なんとなくもう大体アバウトな感じで、あ、う、あ、ん、大体3分の1だねっていうような雰囲気でね。あるいはまあ4、できれば出せ出せるなら4分の1でもいいんだけれども、そう、そういうような感じで、あのー、 このグリッドをね、積極的に使ってみてほしいなと、うん。今回はそういうお話でした、えー。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは。